皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは企業規模など関係ないというテーマでお届けいたします。先日ある方からとても興味深いお話をお聞きしました。その方は経営に携わって約40年、また経営者教育の仕事をやられていたので多くの企業や経営者のエピソードをご存知です。この方がですね、知り合いの経営者からある相談をされたそうです。相談内容はラーメン業界に進出したいがアドバイスが欲しいというものだったそうです。一口にラーメン業界といってもいろいろあるわけですね。外食産業としてのラーメン店、麺とかスープなどを作るラーメン製造などが代表的なものです。相談された方はスーパーなどで見かける生麺とスープがセットになった袋入り生ラーメンの製造分野に進出するとのことです。通常2、3食入りで250円から300円程度だと思います。皆さんご存知のようにラーメン業界は大激戦区の市場です。特にラーメン店は全国で約4万店あると言われています。ここ新潟県でも1000店近くのラーメン店があるということです。弊社の近所にもざっとこう数えてたわけで6店舗から7店舗のラーメン店があります。またスーパーで販売している袋入りの生ラーメンを製造している会社も山のようにあるわけです。最近ではこだわりの生麺を製造している製麺所も多くなりました。このようにラーメン業界は大激戦市場ゆえ1社や2社ライバルが増えてもさほど気にならないということなんですね。しかし大激戦市場の特徴として流行り廃りが激しいため目先の商売に終始してしまう傾向があります。当然ラーメンの流行も気にしなくてはいけません。メディアで取り上げられることも多く口コミでの評判も集客に大きな影響があるわけです。さて今日の本物の商売を目指すポイントです。市場が大きくライバルも多くなおかつメディアに取り上げられる、そして集客は口コミに左右される。このような状況では生き残りに必死で理念とかビジョンを見失うことも多々あるわけです。とにかく売れれば何でもいいという発想になりがちです。さて冒頭の話に戻ります。袋入り生ラーメンの製造分野に進出したいという方に相談されたこの方、こうアドバイスしたそうです。ラーメンで世界一を目指せと。それにはちゃんとした理由があります。先ほども言ったように大激戦市場では目先の生き残りに必死で意外にも近隣のライバルしか見ていないケースも多々あります。確かに自分の店のことで精一杯で近隣のライバルなど目に入らない時もあるでしょう。ですからこのような大激戦市場では日本一や世界一を目指している会社やお店はほとんどないそうです。日本一や世界一を考える余裕がないのかもしれません。世界一を目指すといっても当然緻密な戦略は必要なわけです。ここではご紹介できませんけども世界一を目指すためのしっかりとした戦略のアドバイスもされていました。さて日本には世界一の企業はどの程度あるでしょうか。世界一といっても売上世界一、シェア世界一、店舗数世界一などその基準は様々なわけです。参考までネットで検索してみると日本で世界一の企業はことのほか多くありました。やはり圧倒的に製造業が多いことも分かりました。ものづくりの国と言われるゆえんはここにもあったということですね。そしてシェアなんと 80% 以上の企業も、もうザラにあるというのもさらに驚いたわけです。
さて、この中でも変わったところでは、東京都北区にある社員わずか8人のファースト電子開発という会社です。私がこの会社を知ったのが今から3、4年前のことです。そしてこの会社の代表的な製品としてスポーツ競技用のタイム計測装置というのがあるんですね。テレビのスポーツ競技で時計メーカーのタグホイヤーのロゴをよく見かけませんか？このロゴのついた機器がですね、タイム計測装置なんですね。ファースト電子開発がタグホイヤーの依頼を受けて開発したものです。例えばスキー競技や陸上競技、自動車レースなどに使われています。スタート信号をゴール地点に無線送信してマイコンで集計します。そして選手おのおののタイムを計測印刷するシステムなんですね。国内外で4000台以上が出荷され、世界のシェア 70% だと言われています。このファースト電子の事例から言えることは、世界一になるには社員数も企業規模も全く関係がないということです。ですから私たち中小零細企業でも世界一を目指せるということです。世界一を目指さなければ世界一には絶対になれません。日本一を目指さなければ日本一には絶対になれません。地域一を目指さなければ地域一には絶対なれません。ホンダの創業者である本田宗一郎さんはこんなことをおっしゃっています。チャレンジして失敗することを恐れるよりも何もしないことを恐れよと。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社お店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。